両義地は、大韓民国、甲州広域市出身のプロ野球選手。久保リーグの NC 大ノス所属。公州新高校等学校を卒業し、2006年の大韓民国プロ野球新人選手指名会議で、トサンベアーズに指名された。2007年は3試合しか出場できず、シーズン終了後、警察庁に入隊。2010年に、兵役から復帰し、 レギュラーに定着すると20本塁打を放ち、プロ通算2年目で新人王を獲得し、以後も聖保守として活躍を続ける。2015年オフの10月10日に、第1回 WBSC プレミア12の韓国代表選手28名に選出された。2016年4月1日に車ウさんよりテグサムスンライオンズパークでの韓国プロ。 野球公式戦初本塁打を記録した。同年は、登山の韓国シリーズ優勝に貢献し、韓国シリーズ MVP を受賞した。2017年は、シーズン開幕前の3月に開催された第4回、ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。2018年は8月から9月にかけて、開催されたジャカルタバレンバンアジア競技大会の、 野球韓国代表に選出された。同大会で韓国は優勝を果たした。シーズン終了後にフリーエージェントとなった。2019年より NC ダイノスと4年契約を結んだ。彼の保証選手にはリアキラハンが選ばれた。同年は自身初の首位打者となった。オフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。 同大会で韓国は決勝で日本に敗れ準優勝となったが同大会は東京オリンピック予選を兼ねており開催国である日本を除きアジアオセアニア最上位だったため韓国は出場権を獲得した2020年は NC の韓国シリーズ初優勝に貢献登山在籍時の2016年に続いて史上初めて2チームで韓国シリーズ MVP を受賞した 2021年4月29日のタイサムスン戦においてサイクルアンダを達成した。保守のサイクルヒットは久保発足以来初であり、また球団ではエリック・テームズ以来6年ぶりの記録となった。ありがとうございます。